ヤガチャガチャンネル。あはい、こう、けこ、こう、というわけでね、本当にね、わかりましたけど、僕の夏休みは、コケコッコチャレンジは2回落ちて3回目で成功する確率が高く、3回目で成功した後にプレイステーションメニューから1回ゲームをリセットするを選んで、もう一度起動すると安定するということが分かってきましてね、ゼロとか今実況やってるのでは一切起きてないので、本当にこれ僕夏でしか使えないテクニックがですね、なんか身についていて困惑してます。8月24日です。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さてさて、あれ、俺タコ作ってって言ったっけ。いやー、夏休みギリギリまで満喫したいのだが、あー、鯉のぼり作ってくれっつってんな。今日じゃない？できてんの。だからどの道左側に用事があるから、あー、てっぺん山を飽きらめるのが妥当かな。いやー、あれなんだけどな、なんかてっぺん山の秘密っていうのが PSP につくぐらいなんだけどな。気になることだけ言ってね、気にさせるだけ気にさせてね、あとはみんなに買わせようというね。僕くん、あーや、サンキュー。というわけで、鯉のぼり、鯉だこ、鯉のぼりだこもらいましたね。毎回毎回のことながらですね、120メートル頑張って伸ばしていきましょう。いやー、本当にね、ちょっとやってる間にね、こぼれ話じゃないんだけど、なんか、お、調べた。ちび娘ってアリンコ大好きだね。だってこんなに娯楽のないとこに生まれたら、誰だってアリンコと仲良しになれるわよ。確かに、本当にね、今毎日配信っていうのが、まあ工数的に言うと重たくて、だから本来僕夏やる予定の時って、最初にバー撮って、それをもう毎日のように配信してやろうと思ってたんですけど、それができないと時間が取れなくて、なので本当にね、リアルタイム進行になってて、もう楽しいまで来てますね。来年もね、僕夏2やりたいなーってちょっと思っちゃうぐらいには、なんかちょっと思い出に残る、そんな感じになってますね。さてさて、おやおや、置いてあった砂糖水が、砂糖水はなくなっていた。なんかまた悪い顔したな。さ、というわけで改めて狼娘のところに行きましょう。ちなみにね、狼娘もね、夏休み利用しておりますからね、いろんな人と出会いながらここまで来てますけども、いろんな人との出会いにはもちろん別れもあるはずなんですよね。さあさあ、ねえ、天敵の獅子くっつかなかった？空は広いな。ポリポリ、ねえ、本たくさん持ってきてるけど、どうやって遊んできたの？根性。根性ね。そういうところにね、たまに大人の本気を感じます。さーて、とっとこっちだっけ、カンカンがあったの。もう一個のところだっけ。 あった。さてさて、改めてだけどね、辞典があってと。うちの学校のあの頑張りすぎの教頭先生、戦争中になんだか自分の大事な宝物をこの裏山に隠したんだって。これは誰かにとって何か大事なものなのかもしれない。私はそう思って
この方を持ち帰ることにした。で、これで本に関しては後ほど萌えに、あ、待って、あそこに今いた黒いトンボ絶対捕まえてない。あー、位置が、しかも見えてる位置と空間が違う。でも手前にも黒いのいなかったか。釣り竿になった。なぜ、よいしょ、これは初でしょう。塩辛トンボ。ああ、なるほど、そっちに網振ろうとすると海だから釣り竿だねっていう余計のお世話じゃん。あー、でもなんか秋の訪れを告げるトンボが飛んでるんだろうね、もう。そっか、秋が近づいてきてるんだね。すごいなー。なんかどうしてもさ、仕事上ね、私って今在宅でお仕事をしてるので、お家の中にいることが多くて、で、まあ不健康って言われちゃうかもしれないけど、エアコンをずーっとつけてることが多いんですよ。で、だからこそ、なんつーの、なかなか、その季節の変わり目っていうのを、ここ、なんだろう、数ヶ月感じてないんですよね。だけど、今、本当にはっきりと秋が近づいてるんだなって、このゲームをプレイして思ったのは、なんかすごいことだなって思った。いやー、鯉のぼりだこ。よっしゃ、屋根より高い鯉のぼりだぜ。おー、でかいな。待て、これはあれか、横の煽りを受けないと構造上あんまり上に行かないのか。でも正面のやつで今上がったからそうでもないのか。なんで風の流れは見ながらだけど、待って、あ、全然上がんね。待って、全然上がんね。あー、これはまずいのでは。あー、よかった、風が強くなってきた、もうここで上げとかないとね、チャンスがあるうちに上に上げとかないと、このタコマジ落ちるぞ。いやちょっと今までとタコをあげる難易度が抜群に違うね。でも同じぐらいの風を受けて守れる状態の間に糸出しとかないと。そうだね、正面の風を受けて上げていきたいんだけど、多分重さか何かか、風が弱いと全然上に上がらないから、だからこういうタイミングの風が弱い時はもうこらえるしかできない。わー、まずいか。もう一回風、いいぞ。よし、上がれ。よし、ああ、煽られてはいるけど、いや、でも、蘇生するのには十分なぐらい上がってる。よし。で、また風が弱くなってきちゃってるな。そのまま風がまた強くなってくれれば安心できるんだけど。やばい、落ちてるけど風も強くなってる。もうちょっと、 4.5、 そう、その正面。よし、風に乗ってこう。あー、また
ここで風が弱くなったら詰むぞ。いやー、上がってきた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 。いや、今までの鯉のぼりで一番ダントツでむずい。よしよしよし、90まで引っ張った。風が強い枝に糸を出していかないと。 5.5、 そこから落ちるか。もう一回 5.2、 5.0、 あ、下がる。なんで風が弱くなる気配の前に上に出しておいて。そう、このタコ他のタコに比べて上に上がるきっかけが少ないのよ。なのでちょっと油断すると高度がみるみる落ちちゃう。 2.9、 3.1、 3.5、 強くなるか。また強くなってくれれば。 3.1、 まだ停滞が続く。いや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 。3.1、頑張れ。3.6、3.8、4.1。チャンスだよ。そう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 。ああ、風に煽られてる。そう、ちゃんと風を受けられるようにして。70。80、90、そろそろ、170出てれば、風さえ乗ってくれたら、風さえ乗ってくれたら、106、しかも風が弱まる傾向か？よいしょ、106、そうそう、もう横に煽られるだけ煽られていいから。ああ、風が弱くなってる。しかも横に向いちゃったからほぼ無風。もう一回風吹いて。ああ、やばい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 。そっからもう一回。3.0。頑張れー。4メートル。そう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 、まっすぐに風を受けて。もうちょっと吹きませんか。いや、風に乗ったかも。あ、待って、また風速が落ちてる。これはまずい。そこからもう一回ちゃんと吹かないと。3.5、 3.8、 待って待って、頑張れ。取り返せ取り返せ。おー、もう一回6メートル吹いて。あー、風が下がってきてる。これはもうダメか。これはもう耐えられないか。もう一回ビューって。3.4、3.7。足らない。足らない。強く吹いて。あー、やばい、コードが光ってる、光ってる、光ってる。張ったら上がんないか？あー。落ちちゃったー。くそー。緊張感持ちたいから一日一回にしようかな。あまりにね、タコ揚げの画面になっちゃってもね。あー、悔しいなー。もうちょっとだったんだけどなー。来年こそはって言うけど、来年の今頃は覚えてないんだよね。いやー、夏休みだなー。お、そこそこでかいのでは？ 66 のミヤマクワガタ。
66はでかいのでは？いやいや、べし。砂糖水はもう一回なくなってるの？ああ、なくなってるね。まあといってもな、百姓持ってくまでの時間は足らないからな。やれる限りのことしかできんけど。お、オジワープかと思ったぜ。オジワープしてもいい時間なんだけどな、別に。よいしょ。本当にさ、こうするだけで青春って感じするよね。あれなんだよな、正直画角が天才なんだよな、このゲーム。青春をふと思い出させる画角が完璧なんだよね。さーて、あ、まだアリンコ見てんのか。すごい、門限までに帰ってきたよ。ちゃんと日が落ちるまでに。よいしょ。明日、釜に火を入れるよ。お、え、本当？うん、僕くんがここにいる間にやっぱり一度すごいところを見せてあげなきゃね。さあ、というわけで釜に点火されるらしいですよ。ちなみにだけど、今、17時だから終わりだね。そうだね、午後の5時までで終わりなので、明日はちょっとね、じゃあ上り釜見ないと。いただきまーす。ホイコーローっぽいね。中華料理っぽかったね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さて、今日はね、さっき拾った本、あれを、あ、萌えがまたクラリネット吹いてる。今日の晩御飯は春巻き、八宝菜。いいですね。サラダと中華でまとめてみました。うまそう。夜中もずっと釜の番をしなくちゃいけないんだけど、僕くん、一緒に夜更かしをしちゃダメだよ。夜中もずっと。ああ、同じか。さあ、萌え姉ちゃん受け取ってくれるかな。ね、ずいぶん音綺麗になってきたね。本当に綺麗な星空だね。うん、都会に帰ったらもう見られないね。うん。お姉ちゃん、来年の春から一人暮らしなの？うん。そうか、ここからいなくなっちゃうんだ。うん。でも、卒業したら必ず帰ってくるよ。絶対に。うん。ごめんな。ねえ、僕、洞窟の奥で不思議なものを拾ったんだ。なんだろう。じゃあ明日の昼にでもお姉ちゃんのお部屋に持ってきてね。昼か。くそ、やられてしまった。よいしょ。まあでもね、萌え姉ちゃんに明日見てもらえればいろいろとわかるはずなので。よいしょ。狼娘って何しにこんな夜中まで来てるんだろう。まあ確かにね、まあ狼の観察みたいなね、話は聞くは聞くけど、なんて言うんだろう、なんでこうやって田舎に来るのかとかさ、でもあるんだよね。
ちょっと行きたい場所とかさ、なんか俺で言うと落ち込んだ時に秩父行ってるのと大して変わんない気がする。さてさて、塩辛トンボ、わお。たまーにやるよねこれね、塩辛トンボ。麦わら色だった体が成長するにつれて白い粉に覆われて塩を吹いたようになるんだよ。へえ、なるほどね。さてさて、今日の絵日記はどんな内容なんでしょうかと。はい、というわけで8月24日。あ、来た。今日何にもないカウントになるんだ。なるほどね。というわけで初の何にもない素晴らしい一日でした。おやすみなさい。